要はね、うん、不服のスピリチュアルの話に進む。はい。ハイヤーセルフなんですか。ハイヤーセルフ。ファイヤー火ですか。あ、違う、ハイヤー。ハイヤー。あ、ハイヤー、ハイヤー。高次の、高次元の自分っていう。はいはいはい。のがあるんですよ、スピリチュアルのお話で。へ、それなんですよ、これ。これっていうのは、今の工夫はですか？違います。今これやってることが。ああ。制限のない自分イコール、うん、ハイヤーセルフなんですよ。かっこいい。わかりますか？セレブ。いや、セレブではないし。キャンユーでもないから。キャンユー。キャンユーセレブでもないから。調子いいっすね。永遠っていうね、言葉なんか知らなかったよね。俺。これ何から来てるんですか、このハイヤーセルフは。そのスピリチュアルの話で言うと、はい。まあ、全部嘘くせえっていうか嘘みたいな話なんで、あいつらのってことは。巷で言われてるハイヤーセルフは、その、うん、まあ、高次元の自分って言ってるぐらい、高次の自分って言ってるぐらいですから、うん、この世界が3次元なんですよ、あいつら言うところの。ええ、まあ、まあ、我々が言うところでも3次元かもしれない。うん、まだいっぱいあるんですよ。5次元とか7次元とか11次元。そっちにいる自分っていう。うん。そういうことです。そういうこと。つまり。つまりっていうとあれなんですけど、だから制限のない自分。制限のない自分イコール本当の自分です。うん。こいつらから言わせるとね。うん、なんつったらいいんだろう。だ、次元が高いところにいる自分の方が何でもできるっていう。次元。ただ幽霊っていうのがいたときにですよ。もし本当にいたとして、ええ、霊体っていうのが、はい。我々よりもある種自由っちゃ自由です。うん。不自由っちゃ不自由。まず死なないですよね。もう死んでるから。で、移動の制限とかないんです。うん。あいつら、時間も過去未来とかも関係ないって言われてるんですよ。だ、時間の制限もないでしょ。だから死なないってことは、経済活動も関係ない。何も関係ないじゃないですか。うん。ただ、その、体がないっていう不自由かもしれないんですけど、でも体があるからこそ不自由かもしれないっていうのもありますよね。体が、霊体っていうことは病気にならないってことですか？うん。だから自由。何のためにいるんですか。あ、だからその何のためかどうかは分からないんですよ、我々に。なるほど。三次元側の人間たち。うん。